Sylvie Polapala. やっぱうちに行こうか。地下闘技場だけで終わらせるのはもったいなさすぎるぞ。にしし、ありがとね社長。ちなみにポーラ、選手じゃなくて副社長としての採用なら大歓迎なのだ。私らと目が合うだけでビクビクしてたのにさ。あんた、ずいぶん雰囲気変わったよにゃ。ほらはもう、目玉ちゃんと二人ぼっちじゃない。ミヤンやククリン、社長たち、お友達から勇気という強さをもらったのだ。だから、ほらは絶対に負けないぞ。レンジビーム KO150。 ポーラの魅力にシビビプレイ。